成道岡山ビルは、岡山県岡山市北区駅前町にある地上9階地下2階建ての複合型ビル。現在、パチンコチェーン、ハリウッドを日本各地に展開する地元の株式会社成道がビルを所有しており、同社とそのグループ企業も入居している。二千七年十一月二十日に、成道岡山ビルとし、b 一から四階がビッグカメラ、岡山駅前店。 2008年2月8日には、大和ハウス工業の子会社、大和ロイヤルが運営するビジネスホテル、大和ロイネットホテル岡山駅前が5階から8階にオープンした。閉鎖中の岡山海館ビルあたりビルは1954年に計画された戦後復興事業、岡山駅前開発の一環として、岡山市、岡山県、地元企業の出資する。 株式会社岡山会館によって建設された。1962年の岡山国体開催に、合わせて1961年に岡山会館ビルとして、竣工当時は西日本随一のマンモスビルと言われ、ホテルニュー岡山や各し店舗にオフィス等、一時は地元、岡山を本社とする天馬屋も入居していた。それを物語るように、 全館改装工事に入るまでももたろう、大鳥側から地下の商業施設に直接入る階段に、天馬屋の文字が残っていた。その後、1972年の山陽新幹線、新大阪岡山間の開業に合わせ、高島屋、大英マイカル等の大型店や、地下街の岡山一番街が周辺に相次いで開業。これらの商業施設との競争が激化し、 研磨や撤退後は、有力テナントの入居もなく、ビル自体が衰退していった。そして、株式会社岡山会館の倒産により2003年に閉鎖、競売に出され、成り道が落札した。しかし、2005年の晴れの国岡山国体等の巨大な看板として使われるなど、しばらく閉館状態が続いていた。そしてようやく、 ビッグカメラと大和ロイネットホテル等の出店が決まり、改装及び耐震補強工事のため一時全面、閉鎖することになる。また、地下と岡山駅地下改札口の間にあった岡山駅地下3番街は、当ビルから電気供給等を受けていたため、こちらも閉鎖に追い込まれることとなった。旧岡山駅地下3番街は、2008年7月から、 耐震補強及びリニューアル工事が行われ、医療品などの新規店舗を導入して、名称を変更の上2009年3月頃をメドに再オープンする予定であったが、度重なる開業延期の末、2010年6月18日にペスカ岡山として開業した。4階のテナントはビッグカメラ内のテナントで5階のテナントはホテル内のテナントである。岡山駅東口正面に位置し、 南側の桃太郎大通りには、岡山電気軌動岡山駅前停留所がある。岡山駅から行く場合は、地下の改札口から地下街の岡山一番街を通り、ビッグカメラの B1 階につながっている。新幹線専用改札口を出た時は、左の突き当たりにあるエレベーターが、岡山一番街につながっているので、これを利用する。 エレベーターは、岡山駅地下構内敷地に近接する、岡山一番街内のファンケルの化粧品店と靴屋の間に降りてくる。大和ロイネットホテルに行く場合は、ビッグカメラ入って、すぐの風除湿外左側のビッグカメラ専用エレベーター、または、店舗内エスカレーターで5階の飲食店街まで行き、ホテル専用エレベーターに乗り換える。地上から行く場合は1階に、 ホテル専用入り口と直通エレベーターがあるので、こちらを利用する。ありがとうございます。